こんばんは、西木戸です。お願いします。誰かの一言で人生が変わる時がある。小さくても誰かの心に響くきっかけになれたら素敵。そんな思いを乗せて、この番組では各分野のスペシャルな方やハッピーそうな方をお招きして、ざっくばらんにお話を伺っていきます。一歩踏み出す勇気を、田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー始まります。この番組では皆さんからのたくさんのメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmギノワン.com、 また FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube で映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンと検索していただきますとすぐに出てきますので、そちらもお楽しみください。またサイマル放送も行っております。スマホの場合はアプリリスンラジオでお聞きください。 Twitter も連動していますので、たくさんツイートしてください。本日は収録放送でお届けしています。この後午後8時までお楽しみください。そして今日のスペシャルなゲスト様ですが、大阪府守口市で無垢の家具屋さんをして8年目のある方にお越しいただいています。 CM の後お話を伺っていきたいと思います。それではここで一旦 CM です。
田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー、本日は収録放送でお送りしています。それでは早速本日のスペシャルなゲスト様をご紹介したいと思います。大阪府守口市で無垢の家具屋さんをして8年目、木をそのまま生かすこだわりで木製の家具を作り続けている錦戸匠さんにお越しいただきました。匠さん、今日はよろしくお願いいたします。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。大阪の守口市で、まあ、はい、オーダー家具をメインに、オーダー家具、はい、はい、お客さんのお話を聞きながら、はい、一緒にものづくりをしている家具屋の西です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、じゃああれなんですか、何か依頼があってから作り始めるんですか。そうですね、まずはお客さんからご相談を受けて、はい、まあ、一緒にこう形にしていきながら、はい、感じで、そんな感じで、まあ、家具作りしてますね。あ、そうなんですね。うーん、あー、でも店頭にもなんか家具は一応並んでいるんですか。そうですね、はい、一応いろんな媒体で、はい、うちの講座でオーダー受けることもありますし、はい、木工教室やることもありますし、はい、まあ、百貨店なんかに自分の作ったオリジナルを、はい、店頭に並べて、はい、展示即売会っていうんですかね、はい、をやってます。あ、そうなんですね。じゃあ一応基本はオーダーメイドでお客様のご要望に合わせて一から作っていくっていう形だけども、家具屋さんに、はい、家具も置いてあるって、うん、こんなのいいねみたいな、そういうの見ながらお話もできるってことなんですね。そうですね。どんなものが置いてあるんですか、家具っていうのは。まあ、テーブルから、はい、箱物のキャビネットとか、はい、まあ、あとはスツール、イージーチェア、はい、もうお皿とか雑貨も一応。お皿お皿って木のお皿ってことです。木のお皿です。へー、あと木のスプーンとか木のフォークとか。あ、なんかいいですね、なんかあったかみがありそうな感じででしょ。水に濡れてもそんなにすぐなんか丈夫な感じのなんですか。そう、そこもお客さんはこだわりがあって、はい、水を入れた時に、はい、こうなんていうのかな、こうガサガサになるのは嫌ってお客さんには、はい、そうですよね、こういう対応した塗料を使うし、あのガサガサがいいのよ木なのよっていう人には、ああ、ガサガサになる塗料を使います。ガサガサになる塗料があるんですか。まあ、塗料というか、はい、ガサ、その水には弱い塗料で仕上げる、はい、へー、まあ、用途としては、はい、そう、ツルツルの方がいいけど、ね、そこはお客さんが使うので、お客さんのやりたいようにやればいいと思います。へー、ガサガサの方がいいっていう方はどういう使い方をしたいからガサガサの方がいいとかな感じなんですか。なんかね、そのお客さんが言うには、はい、ガサガサしたのを、うん、定期的に自分でお手入れするのが楽しいんですって。へー、自分でお手入れするんですね。サンドペーパー当てて、はい、で、うちからちょっと小分けしたワックスを塗り直すとか。へー、そういうのが楽しいんですって。あ、そうなんですか。あ、すごいですね。買った後も、ね、普通にこのお皿とかじゃなくてもお手入れするのがところも楽しまれる方が、そうそう、そういうところまでうちはオーダーするんですよ。お客さんのやりたいことを形にする。へー、それが楽しい。楽しいです。匠さんがすごい楽しそうだからいいですね。なんかこっちもいろいろちょっとなんかこうやりたいっていうのね、要望が細かかったらちょっと悪いかなとか思いそうだけど、なんかいろいろ言えそうですね。なんか逆なんです。逆なんですか。あんまり、もうお兄さんに任せますって言われると、はい、それやったらもうお店で買うたらどうですかって提案したりします。あ、そうなんですか。うん、へえ、面白いですね。面白いんですかね。いや、面白い。ね、いや、めちゃめちゃ興味があります。ありがとうございます。
でもね、なんかこの間あのねちょっとお話あの少しだけねお伺いした時にね、はい、錦戸さんってこの実はただただね、うん、こう家具屋さんっていうだけじゃなくてを初めからこうやっていたわけではなくてここにね至るまでのねストーリーがいろいろあったということでお聞きしたので今日は、はい、あのせっかくなので、はい、この錦戸さん の, この原点からねちょっとせっかくなのでお話をね、うん、伺っていきたいと思うんですけどもはい、はい、なんかこの今に至るまでのこのいきさつみたいなのを教えてもらってもいいですか。そうですね、はい、僕が木工をやり始めたいというかやりたいってなったのは、はい、20歳ぐらいの時かな。んーなんかそれまでは、はい、なんかこう真面目に生きてないというか、はい、学校も行かせてもらってんのに行ってないとか、はい、我慢もしないし好きなことばっかりやってたみたいなことで、はい、なんか真剣に取り組んだことがなかったんですよね、はい、でまあ、はい、お仕事はしていかないとね生きていけないので、はい、その当時こうなんか自然食事みたいな食材を配達するお仕事をしてて、はい、でそこで初めてそのなんていうのかな自然とか土に触れるみたいなことを経験したんですよ。あ、はい、でそこからなんかこう気持ちも変わっていって、うん、自然なものに触れるのが好きになっていって、はい、でそこにプラスアルファなんかこう作ったりするのが昔から好きだったので、はい、でそこでまあ僕は思い立ったらすぐ行動するタイプなので、はい、そこでじゃあその自然ものづくりってなったら何がつながんねやろうで、はい、まあ、家具とか木工とかに行き着いたんですよね。うん、そうそう。うんうんうん、で、はい、22か3かちょっと忘れましたけど、はい、出身は大阪なんですけど、はい、まあもう大阪ではね、はい、なんていうのかな、まあ大阪に自然はまあ少ないので、はい、まあちょっと地方に行って勉強しようかってことで、はい、北海道へ、はい、その職業訓練校に入学するために、はいはい行ったんですよね。はい。これが急に北海道と思い立って。はい。え、北海道にしかなかったんですか？いや、全国にあります。全国にある。なんで北海道にしようって思ったんですか？当時友達に相談したら、はい。まあせっかく2年間通うんやし、うん、自然に触れるべきやっていうことで、ああ。沖縄か北海道、はい、もう端を進められたんですよ。沖縄か北海道かもどっちかにしたらかつって、はい、で言われて、うん、でも沖縄は気候もいいし、はい、人も優しいから、はい、多分僕はまたこう慣れてダラダラするやろうみたいなことを友達に言って、はい、もう厳しい極寒のもうなんか頑張らないといかれへんところ行ってこいって言われて僕は北海道の下見に行ったんですその友達のアドバイスすごいですねでもそれは中学校の同級生で、はい、今も仲いいですけどね。でもそれをご自身でも納得されて、うん、そうだと思って北海道に決められたんですね。そうですね。うーん、そうやなってことで行きました。そうなんですか。いやすごいですね。はい、はい、でそれでそれで行ってすぐ入学したわけじゃなくて、はい、まあまあちょっと入学の願書提出がちょっと遅れたので、はい、その年には入学できずに、はい、でまあね働かないとダメなので、はい、住み込みの酪農業にで1年間勤めさせてもらって、はい、1年間牛の乳を搾り、はい、子牛を取り上げ牛が食べる餌を大きな畑へと行き、はいみたいなことやってました。いいですね。なんかいろんな体験されてて。いいでしょう。それはね、すごい自分の人生にとってプラスになりましたね。あ、そうですか。どういうところがですか？どういうところ？うん、なんかね、はい、小さい小さい村に住み込んだんですよ。はい、なのでコミュニティがちっちゃいので、はい、なんていうのかな、人間性を見られるというか。ああ。
取り繕ったものではやっぱりなかなか中へ入っていけないし、信頼してもらえないんですよ。そこでなんか今まで、ね、勉強できひんかった人とのつながりとかを、はい、すごい短い期間で、こうたくさんの先輩方から教えてもらった感じですね。はあ、なんかでもいい貴重な体験ですね。そうですね。なんか都会だとね、なんか自分を出さなくてもっていうか、別に生きていけたりとかもしますもんね。そうですね。本当田舎の小さい村はなんていうのかな、こうお隣さんとも近い距離やし、はい、ね、何でもかんでも言うっていいわけではないし、なんかそういろんなお付き合いを本当なんか実地で勉強させてもらった小1年でしたね。そうなんですね。でその後じゃあ、無事にがんその今度はその後に職業訓練校に行けることになって、そうです、翌年に訓練校に通って2年間勉強して、はい、で勉強して卒、僕はもう北海道に永住するつもりだったんですよ。あ、はい、もう環境が気に入ったの で、はい、で永住するつもりで行ってたら、はい、僕が卒業する年に、はい、親父が脳内出血で倒れてたんですよ。あ、はい、まあ、全然今も生きてるんですけど、なって、はい、で僕には13離れた弟がいてるんですけど、はい、まあ、当時弟が救急車呼んでくれたり、なんかいろいろ面倒見てくれたんですね、はい、母親もいてるんですけど、はい、でその時にまあ兄弟、はい、男4人兄弟なんですけど、僕3番目で、はいはい、で兄弟で話した結果、まあお前が帰れよみたいなことを言われたんです、兄ちゃんらに。まあみんな東京で仕事もあるし、家も買って結婚してるとかって状況やったので、まあ身動き取れるお前が行けよと言われて、はあ、分かりましたっつって分かりました、はい、なかなか大阪まで帰る気にはならへんって、はい、やっぱ木工もやりたいので、はい、で一応まあ岐阜県が木工で有名なので、はい、じゃ岐阜県まで降りてきますと。そしたらもう車で高速で帰ってこれるんで、はい、何かあればすぐ帰ってこれるやろってことで、はい、で1年間岐阜で木工で勤めたんですけど、はい、あ、会社で勤めて、そうです、そうです、うん、はい、売ってたんですけど、はい、そうこうしてるうちに次は母親が、はいはい、介護疲れと持病の悪化で倒れちゃったんですよ。はい、で、まあ、その時も弟がいろいろ面倒見てくれたんで、はい、その時まだ小学生か中学生かそんなんで、あ、はい、でこれはちょっともう兄ちゃんとしては申し訳ないと、自分は散々遊んできて、はい、弟だけなんかこうね苦労させるのはもう、はい、申し訳ないなと思って、はい、その時かな、はい、兄ちゃんもう帰るわっつって、はい、で帰ってくるときに、はい、もう大阪でなんか木工所ってあんまり僕知識とかなかったので、はい、もうないもんだと、はい、だからもう木工は諦めて、はい、兄ちゃん帰って他の仕事するわっつって、だから弟もまあ好きなことしいやっつって、そうそう、兄ちゃんは今まで自由にやらせてもらってきたから、はい、次は弟の番ねっつって、すごい覚悟したんですね、その時に。そうやね。はい、まあ、弟が可愛いからね。でもね、やっぱり、なかなか勇気がいったと思うんですけど。そうやね。で、まあまあ、まあ、実家には住まずに、はい、実家から歩いて10秒ぐらいのところにマンションの部屋借りて、はい、で、まあまあ、弟とか、こう、親、はい、あと、ね、はい、遊べるようにというか、まあ、時間作れるように、はい、お金も稼ぐから、ね、仕事も掛け持ちしてたんです、はい、3つぐらい。おー、3つも。3つ。すごいですね。なんかもう、もうほんまに、まあ、朝から晩まで仕事してましたね。ですよね、3つって言ったら。おー。それで2年か3年ぐらい経ったんかな。3年ぐらい3つ掛け持ちしてされてたんですか。出ましたね。うん、まあ、まだ若いのも、若いっていうのもあったので、
出会ってて、弟がいよいよ高校卒業するってなって、で、大学に行くときに、まあ、やりたいことが見つかったと。で、関東に行きたいって言ってたから、じゃあ行って頑張っといて、っつって。で、大学も受かったし、無事関東にも行ってなったと。で、ここには、まあ、お兄ちゃん二人いてるんで、まあ、その辺は安心で。で、僕がまあ、残るじゃないですか。で、まあまあ、今まで通り働いてたんですけど、なんかこう、なんていうのかな。なんかもやもやしだしてきたんですよね。これ何してんねやろと。なんでこんな朝から晩まで働かなあかんねやろと。そう、今まで弟のためにって気持ちが強かったんで、それがなくなったら、なんかちょっとね、ちょっとなんかこう、虚しくなってきて、で、まあ、そうやって働きながら1年ぐらい経った時に、やっぱり、自分の夢とかなくした上で、誰かのために働くって、僕にはできひんなってなったんですよ。やっぱ僕にも自分の目標が欲しいし、目標プラス、なんか両親のこととか、その他のことやったらこなせる気がしたんですね。なるほど。でも両親のためだけとか、自分以外のことのためだけでは、ちょっと僕は馬力が出えへんなと。そう、その時に、両親に、まあ、頭下げて、まあ、ええこと言うて帰ってきたけど、やっぱりちょっとこう、自分で今、もやもやしてると。で、まあ、言うた手前、こんな言うた情けないけど、もう一回自分のやりたい、もうこうやらせてほしいって頭下げたんですよ。ほら、もう母親は、もう全然、好きなことやりなさいと。私たちには私たちの人生があるから、好きなことしなさいって言ってくれたのが大きくて、で、そうかな。でもまあ、大阪では、木工も勉強してないし、塾もしてないから、大阪には何のつてもないんですね。そうで誰すに頼っね。ていいかも分からへんし、きっと就職しても手取り15万とかやから、そんなにね、そんな20代じゃないから、若くもないしね、と思って、もうここは、もう一念発起して、独立開業。で、決めて、からかな、もうなんか、地獄の始まりは。どんな風に地獄だったんですか？当時、トラックの運転手しながら、配達先のね、道、ルート回ってる時に、空き工場を見つけては、そこに電話して、値段聞いたり、ね、周りの環境を見たりとかしてて、値段ってで、その家具、何の値そ段ですのか？工場の家賃とか、やるにあたって。もうやる程度工場探してから、おな家るほど賃いなくるらほど。ですああ、はい。か、東京いくらですかとか。で、こういう業種ですけど、環境的にどうですかとか、お話聞いて回って、で、なんとか木工所とか見つけたら、時間のある時に、アポなしで飛び込んでいって、すいません、僕、どこどこの誰々です。で、これから木工をやって独立したいんですけど、勉強したのがもう何年も前なんです。で、大阪ではご知り合いがいないので、僕に、いろいろご指導いただけませんか？飛び込みで行くんですよ。すごーい。これを僕は1年間で、まあ何十件 と言って、まあみんな、それは断りますよね。自分とこは忙しいし、ね、海のもんか山のもんかもわからんやつに、何を教えなあかんねん、みたいな。50件ぐらいいったって言われてましたよね。そうですね。ですよね。行って、まあまあ、ほんも49件、そんな扱いを受けました。しんどい。しんどい。49件も帰れ帰れみたいなこと言われて、で、ほんともう、一件だけ、何なんだこの人はっていうような人が現れて、その話を全部最後まで聞いてくれはって、で、まあその方が、最後に、よし、分かった。錦戸君の言いたいことはよく分かったって。
とりあえず今は運送業やってるから、はい、本気なんやったらその仕事辞めて、はい、辞めた時にもう一回うち来いっつって言うてくれはって、僕そこから半年か1年か経って仕事辞めて、はい、で素直にその人のところ行ったんですよ。すごくないですかその出会い。そうなんですよね。すごいですよね。その時にまあ、はい、ね、1年半年か1年も経ってるから、はい、あの何月に来させてもらってこういうお話させてもらったもんです、はい、であの時こう言ってくださった言葉を信じてきたんですけどって言うたら、はいはい、名前も覚えてくれてはって、名前まで、そう、大西家でよう来た、今そう、これから時間あるんかってその日に言われて、はい、でそこから、はい、あの機械屋を紹介してくれて、はい、工場もまあね、いろいろ条件、こういう条件なら安いとかあるよとか、はい、あとはその何、木工のこうお知り合いとかも紹介してくれたり、はい、最後お仕事も振ってくれようとしたんですよ。僕何にも持ってないのに。何なんですかそのめちゃくちゃいい人は。そうなんですよ。その方が僕みたいにこう下請けじゃなくて自分でデザインしてとか自分でお客さんと接してみたいなことをやるんやったら、はい、こういう方を目標にしたらいいよみたいなことまで教えてくれたんですよ。でそこから本当もその人について半年ぐらいかな、はい、必死でやったんですよね、はい、でそれ半年経った頃に、はい、まあ、その方が、はい、がんを患わはったんですね。で、うん、もうなんか余命も短い、はい、あって、はい、うん、でまあ入院もされてたので、はい、で僕は受けたそのね、その方からもらったお仕事をこなしながら、はい、でもある時失敗したんですよ、はい、大きく、はい、お仕事、でそれを、そうです、うん、でそれをその方にご報告したら、はい、西野君ちょっと待っとけっつって、はい、もう末期なんですけど、はい、自分で外出届を病院に出して、うん、フラフラでガリガリで帰ってきてくれはったんですよ。で僕を工場に呼んでくれて、はい、でなんかね、その方は僕に一言も怒らなかったんです。で錦戸君こういう時はな、こういう風に作り直したらいいねんとか、こういう風に手入れたらまた元戻るわって教えてくれたんですよね。でその時に僕は何なんだこの人はって、いや、なんかどうやって、ね、どうやって恩を返していいか分からへんし、どう言葉に表していいかも分からへんって、はい、でまあそれを修正かけれて、はい、その後ほんと数ヶ月で、はい、まあ、結局亡くならはったんですね。うーん、でその方のお通夜に行かせてもらった時に、はいはい、あのまあ奥さんが、はい、挨拶してる時にね、はい、生前主人は、はい、心こそ大切にと思って行ってきましたみたいなことをおっしゃってたんですよ。僕はもうそれを聞いた時に、うん、なんか全て納得したというか、うん、もうその時感謝しかなくて、うん、そう。で後日ね、はい、そのまあお葬式も終わって後日またご挨拶もさせてもらったんですけど、ご自宅に、はい、その時にあの僕はもうそのね方に感謝しかありませんと、うん、でまあそのお通夜の時に心こそ大切にっていうお言葉をお聞きして、はい、僕はやっぱりなんていうのかな、僕もそういう生き方をしたいってお伝えして、はい、うん、僕がこう、うん、屋号を掲げてお商売していく中で、うん、はい、その言葉を使っていきたいので、はい、僕に心こそ大切にっていう言葉をこれから使わせてもらえないですかって、はい、そして今僕は仕事する上でも心こそ大切にと思ってお客さんと接したり、まあ使ってるその木に対しても、はい、ちょっと変態チックですけど、木に対してこの子らはどうなるのが一番綺麗になるのかとか、どういう形で残すのが一番その良さが出るのかみたいなことを
考えながら木工やってますね。へえ。ね。いろんなことありますよね。いやー、なんかなんて言ってか分かんないですけど、なんか素敵っていうのもなんかあれなんですけど、いやすごいですね、やっぱり人の出会いっていうのは。ね、本当に。なんていうのかな、はい、なんかこう狙ってね得れるものでもないし、そうですよね、自分から見つけれるものでもないし、はい、やっぱり向き合うものに全力で取り組む、はい、そしたら誰かがどっかで見てるみたいな、いや素敵、いや、はい、気持ちにはなりましたね。なんか本当ですね、なんかもうそれをね、なんか錦戸さんが体現されたって感じですよね。そうで、僕は結局ね、亡くなってしまったので、はい、もう何もできないし、言葉も持ってないので、はい、自己完結というか自分の中で思ったことは、はい、僕も同じようなことをして生きていこうと思ったんです。もし僕のところに僕みたいなやつが現れたら、はい、笑いながらまた自分の今の人が辞める時が来たらもう一回来てって、でその方がしてくれたようにいろんなことを、僕の持ってるものをいろいろね渡したり見せたりできるんやったら、その方も少しは喜んでくれはるかなと思って、うんうん、って思ってますけどね。いや涙出てきますね。そう、なんか錦戸さんはなんでその、うん、その方中村さんっていう方でしたよね。そうです、うん、なんで中村さんはそういうことをしてくれたと思いますか。もしかしたらご自身もたくさん苦労されたのかな、想像はなんかこうできますけど、やっぱりその人のなんやろな、まだ僕は中村さんの域には達してないので、もっとこう想像も及ばへんしね、まだ何かをこうして返そうとか次にしてやろうと思ってることももしかしたら傲慢な話なのかもしれないので、だから今は謙虚に、もう意地でも意地でもいい、もうここはやめない。わあすごい、え、かっこいいですね。なんかね、そうですね、うんうん、やめない。いや素敵です、じゃあちょっとね、この、はい、ね、無垢の家具のことについても、その情熱とかについてもね、お話伺っていこうと思うので、ちょっとここで一旦ですね、うん、先に CM に入らせていただこうと思います。はい、じゃあ一旦 CM です。
田辺恵美子のスペシャリストにインタビューをお届けしています。後半も無垢の家具職人錦戸匠さんにお話伺っていきたいと思います。では錦戸さん、後半もちょっとお話伺っていきたいんですけども、はい、じゃあ早速ですね、まあね、いろんなこの、ね、壮絶なストーリーを経て今ですね、家具職人として、無垢の家具職人が家具を扱われているとのことなんですけど、まず無垢って何っていうところから教えてもらってもいいですか。何はい、まあ簡単に木そのものです。ですよね。このよくこの賃貸のお家にあるこのフローリングのカーペットじゃないの、フローリングのはあれは大体は無垢じゃなくて、うん、違うものなんですよね。そうですね、まあ、はい、表面は、はい、まあ、木そのままだったりもするんですけど、はい、中がその、はい、なんていうかな、その底面になるところとかが、はい、まあ素材が木じゃなかったり、あ、木を細かく砕いたやつをこう圧縮したあったり、あとはこう大手が出してるなんかこう安い家具とかは、はい、表面も木じゃないし、はいはい、中もこう枠組みしてあるところにこう上から貼り物したりしてるようなものなんですよ。なんか見た目は木製家具やけど、はい、実際は木の割合は 10% もないぐらいやったり、じゃあそういうのは何で作られてるんですか。そういうのは何で、はい、木じゃなくて、いろんな、はい、木の表面にいろんなもの貼り付けてる感じかな。なるほど。そうそう、なんかそんな感じ、うまく説明できません。まあでもなんとなく皆さん想像はつくとは思うんですけど、はい、まあその木そのものをなんかこの、うんうん、まあもちろんそのまんまじゃなくて、このかやすりとかでこの怪我しないようにしているものだけど、うん、まあほとんどっていうか、まあ木のそのものっていうことってことですよね。そうです、そうです。木も立ってる木を、うん、縦にこうバシッと切って、はい、それをそのままテーブルの天板にしたり椅子の座面にしたり、そういうなんか豪快なことやってんのが無垢です。いや違うな、違うな、あ、違う、天才なこともやります。豪快なことに天才なこともやります。そう、普通のこの木ではなく、うん、無垢の木を使った家具をしようと思ったっていうのは何かあるんですか。うん、僕岐阜でその無垢じゃない、まあフラッシュ家具って言うんですけど、はい、切ったり貼ったりするやつね、はい、を1年間やってたんですけど、あれって価格が安いのもあるのかな、こう入れ替えのサイクルが早いんですよ。ああ、その入れ替えっていうのは家具が傷んでその使えなくなって新しいのを買うっていうそのサイクルですか。もうそうやし、当時は個人宅じゃなくて、アパレルとか、ね、大きい会社とかに納めてたので、こうちょっとモデルチェンジするとか、ちょっとこうなんていうのかな、リニューアルするとかってなると、使えるものでも処分して新しいものを入れたりするんですね。すごいもったいないのと、サイクルが早くて僕の気持ちがついていかなかったんですよね。もちろん1年しか勤めてないから手元足元で怒られることもたくさんあったんですけど、やっぱこう一生懸命作ったものが3ヶ月とか半年とかでね、壊されて新しいの入れられててやるなると、どうも寂しくて。そうですよね。なんか、うん、それこそ材料の無駄遣いやんと思うぐらい悲しかったんですね。なるほど、うん、で自分でやるなら長く使えて修理もできて、なおかつね、形も変えれるような素材、まあ無垢ですけど、なら僕の生きてる間ずっとメンテナンスもできるし、お客さんもずっとめでてられるなと思って、そこに一本に絞ったんです。ああ、なるほど。なんかその木のこの素材っていうか、その表面のこの模様とかって、やっぱりそれぞれ違うわけで、うん、なんかそういった、うん、そういう顔っていう、まあ、そういうのを生かしたまんま、うん、
この家具にするっていうところに、うん、すごいこだわりを持って作られてるっていうふうに、うん、お聞きしたんですけど、そういった、はい、そういうところを生かしながら作ってるって、どんなところを見て作られてたりとかするんですか？ね、木材、はい、うん、こう立つと、なんていうのかな、その生育条件もあるんですけど、例えば土地とか土地の木って、うん、こう川べりとか川の近くに自生するんですね。あ、はい、ってなるとこう山間部で、なんていうのかな、木に向かってこう斜めに伸びようとするんですよ。あ、日のある方向にのもあるけど、木に向かってこう曲線を描きながら成長していくものもいてて、はい、そしたらね、そのこうなんていうのかな、曲線になったその内側ですよね、今はこうずぐっと自分の体をひねったシワがたくさんできるんですよ。あ、なるほど。木目としてシワがぎゅって残っていって、それをこう加工して家具にすると、そこにね、縮み木っていう綺麗な木目が出るんです。へー、縮み木。そうで、そういうのを僕はなんかこう、あ、こういう風に生きてきてんなとか、あ、こういう風な、なんかこう、なんていうのかな、こう、なんていうのか、想像して、こう、火に向かって頑張って伸びてんなとか、みたいなことを想像しながら、そこがこう、みんなに分かるように作ったりします。へぇー。あ、面白い。それが、はい。分かるように作ってるんですね。そうです。で、そこを、僕のストーリーじゃなくて、木が持ってるストーリーとしてお客さんにお伝えするんです。どんな風にお伝えするんですか？今話した通り、この子はどういう環境で育って、で、ここの表情はどういう経緯があってこうなったんですよ、みたいな。へぇー。だからそんなを求めてないお客さんは、何この人ってなりますけど、そういうのに興味のある人はぐーって寄ってきてくれるんですよ。いやー、なんかでも、なんかすごいこう愛着が湧いてきますね、なんか。そうなんですよ。想像しただけでなんか愛着がなんか湧いてきました。そうでしょ？うん。僕は節も割れも、その木材一枚に対して節があったり、こう割れてるところがあったり、欠けてるところがあったりは当然するんですね。はい。で、僕はそれが、一番いいと思ってるんですよ。それがその木材が生きてきた証やし、そう、それをちゃんとこうね、めでるような気持ちじゃないと大事には使わへんねやろうなと思ってます。ちょっと言い方、偉せな。いや。じゃあなんか、ここの木を使ってるとかっていうのあるんです？それともそれはもう木はもう木だからどこの木でもよくて、そこで生きてきた木をこういうふうに生かそうみたいな感じでだったりするんです？どういうふうに木とかは選ばれてるっていうか。うちはね、僕はね、僕の気持ちとしては、あの木を、わざ立ってる木をわざわざ切ってまで家具作る気はないんですよ。誰かが切ったりとか、その林業されてる方がもう中が腐ってきて立つのがもう大変、なんていうかしんどいから、今のうちに切っておいてみたいなことの材料は使うんですけど、わざわざこれを作りたいからこの木を切ってとか買ってきてとかはないです。あ、そうなんですか。縁があってうちに来た材、まあ、木材たちを見て、なんていうのかな、ああ、このなりを生かして何ができるかなみたいなところが僕のスタートです。へえ。わあ、なんかいいですね、今の言葉ね。縁があって自分のところに来た木たちを生かす。そうで、僕のオリジナルはほぼほぼ図面がないんです。あ、そうなんですか。その木を見て、そのなりでぐーっと作っていくので、図面が引けないんですよ。そう。じゃあいろいろこの癖とかある、はい、木の癖だったりとか割れとかあると思うので、はい、あの綺麗な形ではなかったりするんですか？一応綺麗な形まで持っていきます。
僕はなんか、なんていうのかな、イメージで言うと、最後こう、お洋服着せて、お化粧するのが僕の仕事みたいな。だから僕の技術を売ってるんじゃなくて、僕は気が持ってる魅力を最大限引き出して、お客さんに見せるだけのお仕事。楽しいねこれ。楽しいね。じゃあこれをこの木をどういう風に生かそうとか思ってる時が一番楽しいとかなんかあります？そう。その通り、今日まさに一つ板をね、作業台の上に乗せて、この子をどうしてやろうかしらみたいな。この曲線を生かしてベンチにしようかとか。そこから座る方のことを考えて、背もたれはこの辺がいいんかなとか、手丈はいるんかなとか、高さはどれくらいにしようか、誰をターゲットにしようかとか。そう。じゃあ例えばこのオーダーメイドだから要望があって、じゃあこういう椅子作ってほしいって言われて、で、そういうオーダーが来た時のためにたくさん先に木をストックしといて、そこからこの木を選んで使おうみたいな、そんな感じなんですか？そうです、そうです。基本いろんなところから仕事が来るので、その仕事の来た方向からでこう、なんていうのか、やり方は変えますけど、基本オーダーに関してはお客さんがうちにある在庫の木見たり、お客さんが木材を持ち込んできたりとかっていうのが結構多いですかね。そうなんですね。先ほど言われてた、もうちょっとこう、もうちょっとしたら傷むかなっていう木とかを持ってきたりするっていうことで、使ったりするっていうことで、そういう木とかはその後傷みが進んだりとかっていうのはなくて、そういう風になる前の木を買ってきて、それをこのいい状態で保てるように工夫して、そこから家具作りされてるって感じなんですか？そうです、そうです。そんな感じです。なるほど。じゃあすごい地球にも優しくて。そうやね、僕はまだその職人とかができてるわけじゃないから偉そうなこと言われへんけど、大事に使う。結局誰かが理由があって切った木で、ねえ、その切られたままではかわいそうじゃないですか。はい。なら誰か形にできるものが形にして、誰か大事にしてくれる人のところに行った方がいいし、うちではね、使い切れないものがあるんやったら、僕のとこに縁があってきたみたいに誰かにお譲りして何かに変えてもらうとか、やっぱそういう風に使っていく。ただ燃やすだけとかね、それでは悲しいというかね、木だってね、何十年何百年って生きてきたものやしね、歴史があってやから、なんかものではないと思ってるんですよね。命あるものやと思ってるので。僕らよりはるかに先輩ですからね。そうですよね。戦争もくぐり抜けてきてとか、そうですよ ね。いや、家具をそういう目で見たことなかったです。オーダーはね、こういう細かいとこも話できるし、はい、なんていうのかな、確かにオーダーは高いんですよ。でもこうやってその自分が使うであろう木の歴史も知れるし、ね、僕らが知ってる知識もね、聞いてもらえるし、で、細かいところまで、なんていうのかな、要望も聞こうとするし、だから僕はオーダー、個人へのオーダーの依頼は、そんなにトータルで考えたら高いものじゃないし、お値段以上やと思ってるんですけどね。
でしょ、なんかどこで聞いたことあるんですか。いや、でもいいでね、も ね。いやーでもね、ほんとそうですね。なんか今の話聞いたら本当に家具うん。ね、ちょっと見に行かせてもらいたいなってちょっとね思いました。ぜひ。はい、ぜひね、機会があったら見に行かせてもらおうと思うんですけど、じゃあ最後にむ、あの、むくん、せっかくね、そこまでね、錦戸さんがもう心を込めて作られた家具、大切にね、使っていきたいと皆さん思うと思うんですけど、これからまたね、湿気が増える時期になってきて、このムクの木の取り扱いとして、なんか注意した方がいいこととかあったら教えてもらってもいいですか？え？取り扱い？はい。取り扱い 特は、にないんですか、そういうのは。いや、そらありますよ。あ、ありますか？いろいうろ、ん。こう、手入れとかの方法とかは、インターネットにたくさん載ってます。わかりました。インターネットってただ、ことですね。僕が言いたいのは、家具になっても木は生きてるので、割れることも当然、反ったりねじれたりすることも当然なんで、そういう気持ちでいてほしいってだけです。なるほど。それ以外のことはネットで見てください。よろしくお願いします。なるほど。と、錦戸さんから伝えることは、錦戸さんから伝えて そうでもす。らそういうっうて方ことにで。なる。そう。なるほど。肩にはめないでってことです。あ、わかりました。あ、なるほよど。かったです。もらってもらえてよかった。いや、そういうのもね、聞けてね、よかったです。なるほど。そういうことですね。はい、そういうことで。はい。じゃあですね、そんな錦戸さんがですね、今回、展示会をね、開かれるんですよね。そうですね。はい。ちょっとそのことを最後に教えていただいてもよろしいですか？はい。来月のはい。5月の12日から、5月の18日まで、東京の丸の内の、ごめんなさい、東京の日本橋の丸善本店で、地下1階で出店を1週間させてもらいます。で、営業時間は一応9時半から8時半までなんですけど、ちょっとこの状況、コロナの状況なので、もしかしたら時短になって、終了時間はちょっと早まるかもしれませんけど、まあ、開催は一応するというお話だったので、もしご興味があったり、ちょっとこの変なやつに会いたいなと思ってくれはったら、来てくれたら嬉しいです。なかなかね、こういう百貨店にこの家具を出すっていうのは誰もでもね、できることじゃないっていうことで、結構敷居が高いねところで、この度この出せるっていうことでね、この北海道の職業訓練校から始まって、ね、一度そうですはね。ね、ここ帰ってこないといけなくなって諦めた。でもそこから1年間トラックの運転手をして、ね、木工場を見つけたらそこから入って、もう飛び込みで入って声かけて、で、ね、50人声かけて、うちの49人が本当に冷たくね、あしらわれたりとかされた中で、最後の1人の方と出会って、で、俺はね、絶対やるぞってことで諦めずにね、やった結果、今回こういうふうに大阪にお住まいになられながらも、東京のこの敷居が高い百貨店に出されるってことでね、なんか。いや本当になんかもういいことあね、頑張ってたらいいことあるんだなってね、今日すごいお話を伺って、まあ、こういうコロナの、ね、中なんですけど、ぜひね、皆さんに足を運んでいただきたいなってね、私もすごく思うので、もしよろしかったら、はい、皆さん5月の12日から18日までですね、もう一度、東京の日本橋の丸善の地下1階で9時半から8時半までで、もしかしたら時短になるかもしれないんですけども、はい、展示会されてますので、ぜひ行かれてみてください。よろしくお願いしはまい、よろしくす。お願いします。 ではね、もう早いんですけど、エンディングのお時間になったので、今日はですね、人もですね、家具、木も
そして家具になってからもね、心を本当に中村さんのね言われた言葉を引き継いで、心を大切にされている、大切にして家具を作られている錦戸匠さんにお話を伺わせていただきました。匠さん、今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。